今から目的のマシンへつながる転送ポートを作る。そこを通って俺たちは相手のマシンにハッキングを仕掛けるんだ。当然反撃もあるだろうが。まとめてやっつける。よし、転送ポートアクティベート。おー、すごい。これは驚いたな。さあ行ってこい。了解。ままでは。
気だ。よくやった。戻っ。あれ、勝手にログアウトした？いや、どうやら通信機器が落ちたみたいだ。これはウイルスからのシャットダウンコマンドってことは、世界中で何のために、最後の悪あがきか。大丈夫なの？ああ、重要な施設は自動でリカバリーする仕組みがある。ほぼ一瞬で元通りだ。そうでない場所もエンジニアが監視してるから、順番に復旧されていくだろう。なら安心だね。皆さん、またご迷惑をおかけしました。インフォちゃんさ、何かこう普段からストレス溜めてない？さあ、何のことでしょうか。何か間があったよね、今。ダベってないで金使いな。ここはゲームセンターだよ。イラトばあちゃん、あんまりインフォちゃんコキ使わないでよ。コキ使うために買ったんじゃねえかよ。ま、あんまり無理すんじゃないよ。どうだったかね、ナジール。私のウイルスは素晴らしいですね。おかげであれに通じるネットワークルートが分かりましたよ。通信の回復が最も早い場所、すなわちそれが宇宙エレベーターですから、おかげで随分楽に特定できました。満足いただけたなら結構。それでは報酬の方お願いするよ。逃亡生活は何かと物入りだからね。すぐに届きますよ。なっ、確保しました。バイラスだな。貴様を逮捕する。くそ、はかったな。よかった、無事届いたみたいですね。さあ、すべての準備ができました。